池田武氏は、日本の俳優、ナレーター、福和術師、国際インストラクター。1946年、鹿児島県出身グルー所属俳優。日本福和術師協会会長、国際福和術師協会、イブス会員、北米福和術師協会、ナブ会員、日本パペットセラピー学会名誉理事長、イブス会員。劇団、敗将、人間座、新青年座、 3 in 1スリーインワンその時、ほのぼの一座、放送表現教育センター主催者の山内正人に指示。2000年6月ラスベガス国際福和術フェスティバルインターナショナル賞日本代表出演。2009年7月 &2019 年7月、米国ケンタッキーイベントヘブン福和術国際コンベンションインターナショナル賞日本代表出演。 2000年日本国内の福和術芸能の普及と発展、社会的地位向上のために、日本福和術師協会を設立、翌年10月特定非営利活動法人格を取得。2001年11月、国立オリンピック記念青少年、総合センターカルチャームネ、大ホールにて、第1回、世界、福和術の祭典、国際交流フェスティバルを、 世界各国から14人を招いて開催した。2016年6月4日に第15回目の国際祭典を東久留米市整備教育文化会館で開催。海外ゲストはフィリピン人ウォンデゥルナリアファミリーとバディービッグマウンテン夫妻。2009年に発足した福和術愛好者の会東京チャターズは福和術を活用し社会貢献。 地域貢献のための人材育成グループの中心である。2017年10月に東久留米市の整備教育文化会館のグリーンホールで福和術愛好者のグループの初めての合同講演が実施された。2019年4月、福和術師協会を支え続けてきたメンバーたちによる20周年記念講演を開催予定。 日本福和術師協会本部移転ン三周年記念行事として2019年10月18日に笛吹市一宮桃の里ふれあい文化館にて第16回世界福和術の祭典を実施2009年米国ベントヘブンコンベンション代表マークウェードより異ン賞受賞国際福和術師協会代表バレンタインボックスよりアスキンズ賞受賞 NPO 日本福和術師協会より福和術貢献者賞を受賞。ありがとうございます。